さあそのままフリープレイなんでバンバン。言ったミーヤとかはねお互いなんか一試合ごとにすごい曲がったりとかしますけどね。さあ行きましょう、2試合目です。さあニューカグラですが、1試合目はさっき言ったように、まさに、ニューの得意なパターンが終始続きましてね、苦しい状態のカグラという感じになりますが、さあリンのブルマは分かったんですが、それ以外はどんな感じでこれは寄ればいいのかという組み合わせ。先ほどの大会では接戦でしたけども、あファイナルラウンドでもつれ込みましたけども、で、ヨシキがそのまま決めていきましたが、いやーきついきつい、でもー寄った。これはバグステの硬直にしっかり 3C 指導ですね。うわーしかしシックルだった、見えない。一本先取したのはニュー、ワイバーン。さあソード様の髪型はこれファフナー出なかったか、ちょっともったいない。おしい、さあ構えキャンセルしませんね。構えキャンセルからの派生は多分バレているだろうというのもあるでしょうか。あえてノーキャン 6C、 おいすり抜けるんかい、便利ですね。さあバックステップ、バック足読みのガンダッシュを決めてくる、コマ投げ。ここはしっかりワイバーまで出していくがまだ残ります。シルシュから A バック、コマ投げ、紫投げ、飛び越えてコマ投げ、やるしかないこれ。1-1 でファイナルラウンド。足カウント、ワイバー。さあこれはテイクシックルに、じゃないや、プレゼントにグリーンヒット5000。さあ移動キャが許しませんと蹴り飛ばしていきます。さあ即バースト。さあこれは届かないが、あー結構痛いですね。しっかり反撃入れてくる、ヒントブルームパナしていくが落ち着いている、すごいですね今の。まだ完全に演出が終わってないうちから届かないのを見切ったのか、 4D を差し込んでいく。ロクシー届かない。さあ寄りたい、寄りたいが立ち入りカウント。さあラピアナがこれはまだ残る。さあどう捕まえる、ひどい。これはシックルが覚えつぶしになった。やはりカグラ知らないニューならまだある程度はというところもあるかもしれませんが、さっきのあのねリンドブルームをこう演出3段目が終わる前にもう 4D を、打っていたところですとかね、やはり林さんとの対戦経験のキャラ代が生きているのか。吉木龍が3勝第4試合です。ガンダッシュ危ない。スパイクチェイサー熱波に食らいましたが問題ない。シルシュ、まあ、やはり開幕の読み合いはね、さっきタジディにワイバーンがカウンターして一気に試合が決まりそうでしたが、そもそもニューはそこに付き合う必要があまりない。さあ苦しいこの遠距離の中下だ。あっ潜り込んでいく、ワイバーン届かない、まだ離される、重力はたまる。あこれアクトパルサーの1入れ替えがあるのが非常に厄介だが、
BB が出ていた。さあ OD でワンチャン割り込めるかというところでしたが、冷たく潰されてしまい、一方選手したのはニュー。刺さった、バースト。そうですね、龍河陣まで行けばまあバースト確定。シックルガード、あっ美味しい。うーっと、これは爆撃しなかったですね。さあサマラの固めで安全に距離を取る。 B 爆でしっかりサマラ突き抜けてくる。印でこかして6進印ランビー。さあ上連発節のガリオ走破は頑張ってガードしている。あれ結構ね、さっきから駒投げ打ってますし、飛びたくなると思うんですよ。そこにガリオ走破が当たって大惨事になるんですけども、よしき。さあこの男強いが、 6D にワイパー当たった。さあ OD はもうないが、さすがに一発では死なない。この後か直線 6A カウンター。これはカラミティが出なかったか。 1-1 でファイナルラウンド。あ、ハイジャックハイジャックで飛び越えてジャンピーカウンターからまさかの近距離前スタートでニュー。そうなんですよね、あくまで読みで、逃げる読みでぶっ込んでるんですけども、こんな感じでニューが裏をかいて前に来た時にね、なかなか反応できないですよね。あーまずい、これはまずいですね。完全バーターになってしまう可能性が、完全バーターになってしまった。さあ4勝目ヨシキ強い。ちょいちょいコマンドミスはあるんですが、さっきの画面端の守りといいね、崩れないですね、そんな簡単に。コマ投げ、連続コマ投げとかはさすがに誰でも無理だと思うんですけども、普通の崩しが通らない。さあこのまま終わってしまうか。第5試合目です。ファイバーン、フィルシュ直出して、 OD からここは攻めを継続させていくが我慢。6進のシリシュ、これがガリオソー当たる。さあ今までアクトパルサーから B だったのに、ここで投げです。これが通る。重力あって、うわーっとしゃがしいが、これはためのシックル読みだと思うんですけども、普通のシックルだと8000負けしてしまう。一方選手したらニュー、そしてリーチ。なんと6シーンの硬直か、これはなんか手を出したか。カウンターヒット、ドラさあ竜英陣です。初めて見せましたね今日。強利卓とは言ってましたが、基本的に竜河陣表でしたが、ここで裏卓を見せる。駒投げ、あこれは死にましたね。これですよ、これ。神楽本領発揮、 1-1 でファイナルラウンド。ビーファフ、サタン A バックで固めて、 A バック固めて爆して硬直だが、ジャンプ B は社外 B に突かされてしまう。さあいい流れだったが、あ立ち入り Y バン、ここはバース読みしませんね、してる場合じゃない。ああこのゲームは使わせないといけないが、まあ、難しいところです。バース読みすればワンチャンそのまま勝てる可能性はあるんですが、バーストされながらの時にほぼ負けが確定してしまう。うわー 2D 置いてある。
こまでだ。ワーストしたが6人かかっていた。はい、というわけでかなり見どころはあった試合なんですが、結果的には 5-0 で、吉木乳の勝利となります。おめでとうございます。